今日は東山の紀之についてジャーニーさんが話すみたい。私は闇カジノに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっと俺たちの話を聞いてほしいんだけど。いいよ。ジャニーズの過去が暴露され未来を失ったわね。すごくノスタルジックに言ってるけど、特大ブーメランが帰ってきただけだからね。イエス。で、今回はどんなブーメランが帰ってきたの？ジャニーズが売れ始めた頃にした闇営業よ。いろいろやってるね。逆にクリーンな部分はあるの？これも公開されることではなかったのよ。東が。いやいやいや、この際と思って全部海を出しただけだよ。それでも出すタイミングと出し方がえげつないわよ。タイミングはいいと思うよ。え、あの会見でしこたま叩かれた後にゲロするって最悪でしょ。それは最悪だね。公開せずにやり過ごそうと思っていたのが丸わかりでしょ。かなりひどいタイミングでぶっこんできたね。そして全てを私の指示のもとにやっただけで、自分はやりたくなかったって言ったのよ。ジャーニーさんに責任を全振りしてきたね。東山は自分が助かりたいが一心で全力でジャーニーさんの責任にしたんだよ。人間ピンチの時に素が出るもんだね。あの子の素を認めないわ。利害関係で付き合ってたんじゃないわ。利害関係だよ、みんな。